実践巻いていきましょう。実践ですね、一度ねちょっとね一回ブラッシングします。で、髪の毛巻く前に髪の毛自体をねしっかりねブラッシングしてください。絡んでたりとかしたら巻きがね甘くなったりするので、巻く前に、ブラッシングするようにしてください。はい、で、ブラッシングし終わりました。巻き始めるんですが、今日は超普通の巻き講座っていうことで、普通に巻いていきます。で、普通に巻いていくんですけど、お客様にね根元の毛はストレートアイロンしっかりしましょうって言ってたんですよ。なんでかというと、スタイルが綺麗、より綺麗に見えるからとかね言ってたんですけど、それって結構ね難しくて、皆さんに結構難しいこと言ってたなって思って反省してる、んですよね。うん、もうコテだけでええやんと思ったんですよ。だからね、コテだけですごい綺麗な巻き方ができるように皆さん今日はねみっちり見といてくださいね。みっちり、見て、自分でもやってみて確認しもって、別に途中で止めてもいいし、一個一個、やっていきましょう。はい、うん、僕は、外巻き始まりが好きなので外巻きからスタートしていきます。髪の毛を取るときはこうやって分け目があったらさ、まあこうセンター分けやったら分かりやすいんだけど、僕はもうこの分け目なんで、この分け目でいきます。こうやってね、こうやって自分の指でね、こういう感じで取ったら分けれますよね、こうやって。こうやって取ったら分けれますよね。こういう感じでね、分けていってほしいんですよ。これね、ちょっとずつでいいです。ちょっとずつでいいですから、しっかり巻きましょう。巻きの基本っていうのは、根元からコテが入れられてるかっていうことなんですよ。うん、根元からしっかりコテが入れられてるかってことなんですよ。はい、じゃあ僕外巻きが好きなので、レバーはあっち向いた状態ね、あっち向いた、自分の方向じゃなく自分の方向いたら内巻きになるので、あっちの方向いた状態で、挟みます。で、根元からこう入れていく、根元からスライドして入れていく、まあ厳密に言えば根元のところを挟んで、で、髪の毛の毛先を取って10センチ離してまた入れ込む。この時、やけどしないように注意してくださいね。毛先を10センチ離して、10センチじゃなくてもまあちょっと離して入れ込む。で、今回はちゃんとしっかりとした巻きが、作りたいので、根元からギチギチ、根元ギリギリまでこうやってしっかり。毛先から巻く人とかもいますけど、それは微妙なんですよ。この巻きが綺麗でしょ？うん。たまに毛先から巻く人いるんですよ。毛先から巻いたらね、この毛先からこうやって入れてね、これ素人、スーパー素人ね、これコテの、あ、これも通さなあかんね、こうやって毛先をこうやって巻く人いるんですよ。これは違いますからね。なんかね、ちょっとだれるんです。根元が全然ね、こう熱が当たってない状態に仕上がってしまうんですよ。ここは負けたので、これは置いといて、次同じようにこうやって分け取って、次内巻きでいきます。僕ね、内巻きね、自分の方を向いてる、レバーは自分の方を向いた状態で挟む、根元のところを挟む、でスライドして入れ込む、でスライドして入れ込む、でスライドして入れ込む、あ、ちょっと待って、失敗、もう一回これで、これでしょ。この時違う毛を取らんように気づけてくださいね。この毛先の毛をしっかり取りながら、わかる？皆さんわかる？ここの、この毛は関係ないね。関係ない毛は無視してもらって、で、やると、はい、根元からしっかり入れてるから、根元から綺麗なリッジが出ますね。
ここからしっかりとしたカールが出て内巻きになっていく。これがすごい綺麗な巻きって言うんですよ。続いて、ほんまに基本的なことなんでね、この基本的なことを中途半端にやるとほんまに巻きがね中途半端になりますから、楽しくやることですね。今回外巻きって内巻きいったから次外巻きでいこうと。ミックス巻きね、レバーはあっち向いてます。あっち向いた状態で挟むのは根元から10センチ離した位置に挟むね。で入れ込む。で毛先出てきますね。これ内巻きの毛やろ。毛先出てきたやろ。でこれを持って引っ張る。持たんでもいいっすね。持たんでもいいし、持てるんやったら持ってもらって、で引っ張って。あ、ちょっと間違えたな。ちょっと間違えましたね。ちょっと教えながら難しいなこれ。いくで。これ外巻きでしょ。挟んだ。で入れ込む。でスライド入れ込む。でこれ毛先持って。毛先持てる。これ違う系やろ。こっちこれやな。でスライド入れ込む。いらん系がね、こうやって入ってきよるんですよ。いらん系がね入ってきよるんですよ、こうやって。でスライド入れ込む。そうですね、挟まれてる系以外はね持たないことです。まあ、まあこんな感じですね。これちょっとミスですね。これ挟んだ時にちょっともう邪魔やったらもう耳かけ取ってもいいですわ。耳かけ取った方がいいかもしれない。耳かけときましょうか。かけといた方が分かりやすいと思います。よし、OK。はい、ですね。これぐらいでこんな感じで、外ね。次内ですね。内やから自分の、このレバーが自分の方向いてる状態で。でスライド入れ込む。毛先持ってるので毛先持ってスライドで入れ込む。で根元までしっかりね、こうやって根元までグッと入れ込む。この入れ込むことがすごい大事になってきます。根元からしっかり入れることで、根元のね、この根元が変な癖がねなくなって綺麗になるんですよ。綺麗なカールになるんで、これ結構ね重要なんですよ。根元からしっかりとこう熱を当てるっていうのがねすごいね重要です。で取ると、こことかもね変なね寝癖とかついてるするんで、もう今回はコテのみを使ってやっていきます。で初心者の方はこの巻いた毛は止めとってもいいかもしれないね。こうやってしっかり。ここね、こう止めとく。止めといてもいいかもしれない。こうやって。邪魔な。で、根元までこう入れ込んで、熱当てる。
で取る。こう内巻きで。やけどせえへんやん、注意してくださいね。熱が当たってたらこうあんまりこう滑り落ちることもないんですよ。安物ポテトとかは挟む力が弱くてあの滑り落ちたりとかするんで、もうこれほんまにあの首とかやけどしやすいんで注意してくださいね。やっぱりね、根元からしっかり巻けてる方が綺麗なんですよ、小手巻きって。うん、はい、綺麗なカールでしょね。で、ここまで巻けたら、これ落としっぱなしますね。はい、で 片方の径がもうしっかり巻けましたね、これで。まあ一応カール感でこんだけ縮むってことだけも覚えてほしいです。うん、よかったら皆さんもね、ご一緒にやってみてください。分かりやすいように止めますね。だって指、手を添えとってもいいもんね。爪やったら熱くないから。はい、うん、でここまでできたらこんな感じで、しっかり巻けてるはずなんですよ。これやったらもうベルサイユのバラみたいになっちゃうんで、これで後で後ろチェックするんですよ。こうやって後ろどうなんやろうって、後ろちゃんと巻けてるのかなって、ここなんかちょっと様子おかしいなとか思うんやったら、この上の方をね巻いてもらってもいいし、はい。で、これここまでできたら、こういうねクッションブラシを使って、こういうアラバのクッションブラシみたいな、あのこう鉄のあの金になってるんですけど、まあ、クッションブラシか、タングルティーザーとか、ああいうので、こういう毛を解くようにしてください。で、解き方なんですけど、
シールエクステとかしてる方は根元を押さえながら解いてほしいです。そういうやり方はもう普通に解いてもらっていいです。普通にもう巻き終わったら解いてください。ってことでね、今日はですね、スタンダードの巻き方、ロングヘア編っていうのを皆さんに見せたかったんで、させてもらいました。今日の動画が良かったなと思う方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。あそこの部分ちょっとやり方わからなかったですとか、まあ、そういうね、とか、まあ、こんな動画見たいですとか、まあ、そういう質問とかの、ことがあれば、ぜひコメント書いていただいてください。はい。ではでは今日は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。